はい、はい、本日はね、ご飯が食べたいライスくんを見ながら、最近のですね、私のセブンイレブンでのマイブーム飲み物をご紹介したいと思います。それはこちら、じゃん、腸まで届く乳酸菌飲むヨーグルトです。プレーン、もうちょっと開けてるんですけど、この間ね、私腹をやっちまいまして、腹をやっちまったので、ちょっとこれはあの乳酸菌を取って抗菌作用を高めようと、免疫力ですよ、免疫力を高めようということで、この飲むヨーグルトを、飲もうと思ってセブンで買って飲んだんですけど、これがねめちゃくちゃうまいんですよ。これ驚きましたね。スーパーでもあのいろいろヨーグルト、飲むヨーグルト売ってますけど、あの波のヨーグルトよりうまいです。波のヨーグルト、うん、その辺で売ってる飲むヨーグルトよりも圧倒的にうまいです、これは。しかも腸まで届きます、乳酸菌が。はい、ねライス君、腸まで届くんだぞ、これは。どうですか、ここ匂いするの、ここほら、興味ないですね。あいつか、興味ないです。うまい。これね、何が美味しいかっていうと、酸味がねほとんどないです。あの確かですけど、一時期飲んでたあのカスピ海ヨーグルトみたいな感じなのかな、多分。で結構甘みは強めですかね、多分糖分は結構入ってるかもしれないですね。はい、で甘みが強めで、飲むヨーグルトにしては結構あれです、あのこってりめ、液っぽくない、結構ヨーグルトの方に近い飲むヨーグルトですね、これは。はい、ちょっとそこの君、もうちょっと興味示しなさいね、ちょっと。はい、そんな感じのね商品でございます。これね、ファミマとかローソンではちょっと買ってないんですけど、まあセブンがね近くにあるんで、このセブンでね、私は外に出るときは大体買って飲んでます、これを。なんか甘いもん食いたいなと思ったらこれを飲むようにしてるみたいな、まあ、そんな頻繁じゃないですけどね、1日1本かな、うん、飲んでもね、2本3本も飲むとちょっとね、逆にあれになっちゃうかもしれないんで、体重が増加しちゃうかもしれないんで、まあこれ1本ですね。はい、飲んでおります。これね本当美味しいんで、皆さんぜひお近くのコンビニにありましたら飲んでみてください。本当うまいんですよね。メーカーはね、なんか共同開発とかって書いてたんですよ。これセブン&アイグループと日本ルナって書いてますね。日本ルナのあれなんですかね、ヨーグルトなんですかね、食ったことないけどね。これねうまいんで、ぜひ皆さん食べて、あ、飲んでみてください。はい、そしてぜひ感想をコメントの方によろしくお願いします。では。